うしておじさんがここに。とにかく桟橋へ降りよう。子供たちがいたずらを覚えて騒がしいわね。久しいな、クライブ。出迎えご苦労。驚きましたよ、おじさん。ウェードからこの場所を聞いてな。用事のついでに立ち寄った。何でも種火の守り手の者が戦火のロザリスでお前を見かけたらしい。だったら情を知るのに直接話した方が良いと思ったのだ。確かおじさんはポートイゾルデでロザリス城からの避難民を受け入れていたのですよね。ああ、そうだが。少し伺いたいことがあります。作戦室にいらしていただけますか。よかろう。そうだ、おい君、そこの箱に2000万ギルほど持ってきた。活動資金の足しにしてくれ。2000万。わしが知っているのはそんなとこだ。なるほど、ポートイゾルド沖に船団か。しかしまさか風獄プカとやり合っておったとはな。奴の行方を探るのにわしの見聞が役に立てばよいが。どうだ、ビビアン。ああ、協力者から寄せられたウォールード兵の報告にロゼフィールド卿の話を合わせれば流れが見えてくる。地図を使って改めて説明しよう。風獄プカはテゼイを引き連れカイロからロザリアへと入った。ならばウォールードの連中はどうだろうか。ウォールード王国があらゆる戦場に顔を出せる最大の要因はその海軍力にある。黒き大型帆船アインヘリアルを旗艦とする艦隊は有名とどろく騎馬兵団と並んでかの国の二枚看板だ。灰の大陸に本拠を置く奴らが他国に入るには必ず海を渡らねばならない。素直に考えればウォールードもまたカイロでロザリスに入ったとすべきだろう。ここで問題だ。負傷したフーゴをかくまい養生させるのに最適な場所はどこか。治癒魔法に用いるエーテルが豊富にあり奴が休める居城もある場所。そう、ドレイクファングに他ならない。ではカイロより現れたウォールード軍が風獄プカを連れ去ったと仮定しよう。ロズフィールド卿の話によればポートイゾルデ沖でフーゴの手勢とおぼしき船団が目撃されていた。だがドレイクファングの麓に入るには大陸南端を迂回する必要があり波は高く時間もかかる。果たして重傷を負ったフーゴに命の危険もある長い船旅を強いるだろうか。そこに来てウォールードの兵装をした者たちが砂漠方面に向かっているとの報告が上がってきた。陸路を選択したとするなら砂漠を横切ることでカイロに比べてかなりの日数短縮できる。つまり船ではなくそのウォールード兵こそが風獄プカ逃走の本命だ。これが私の考えさ。なるほど、砂漠を渡ったか。確かポートイゾルデで見た船団には違和感があった。どこか緊張感が薄いというか
士気が低いというか。ビビアン城はあれが陽動だというのだな。しかり。ご敬願です、ロズフィールド卿。クライブ、ベルクロイ砂漠からドレイクファングへ向かえ。かなり時間は経ったが、足取りをつかめるはずだ。なら、わしも途中まで同行しよう。ちょうどダルメキア方面に用事があったところでな。わかりました。俺は支度を兼ねて仲間に行き先を伝えてきます。この辺りで待っていてください。おお殿、早く来てくれよ。ミドの工房作り、シドも手伝った。おっと、フーゴの行方に見当がついた。これからドレイクファングへ向かう。まさか一人で行くってのか。今回の目的はフーゴを撃つことだ。マザークリスタルの破壊じゃない。危なくなればすぐにでも逃げ出すさ。ドレイクファング周辺はフーゴの息がかかってる。もし何かあったら砂漠の耳、ルジェナ・ダリミルってやつを探してみろ。それはシドと個人的につながってた協力者だ。ダリミル宿場に住んでること以外は俺も素性を知らない。あいつが死んでやり取りも途絶えちまったが、事情を話せば協力を仰げるかもしれん。心に留めておこう。そういや、ロズフィールド卿はどうすれば。艦隊しようにもうちの隠れ家じゃな。ああ、おじさんは俺と一緒にここを立つ。気にしないでいい。だったらいいけどよ。二人とも留守を頼んだぞ。気をつけてな、クライブ。こちらの支度はできました。おじさん、行きましょう。うん、善は急げだ。出発しよう。エルモの野草は川の近くに。この辺りを探すが。あれ、違う。これがエルモの野草に違いない。多めに取っておこうか。よし、金持ちの貴族どもがいなくなって。
コール、無事だったか。よかった。ええ、なんとか。ですがシド、どうしてここへ。ドリスに頼まれてお前たちを探しに来た。任務中に魔物に襲われ、知らせが途絶えたそうだが。申し訳ありません。ゴブリン族に襲われ、負傷者の手当てが長引いてしまいました。ベアラーたちは。数名は助けられましたが、残りはまだ2場所に。ただこの状況ではもうベアラーの救助に来たっていうのに、こちらに負傷者が出たせいで助けづらくなって。彼らがどこにいるか教えてくれ。シド、まさか。今ここで動けるのは俺だけだ。ならばやるしかないだろう。わかりました。ここから南に行ったところで荷馬車が立ち往生しています。ベアラーの生き残りがいるかもしれませんが、おそらくゴブリンたちもまだ。わかった、すぐに向かう。ありがとうございますシド。どうか彼らを。ああ、必ず助け出す。ザリだ。助けに来た。怪我はないか。襲われたというのに逃げようとした跡すらないようだが。主もいなくて誰も命令してくれない。あんな化け物を前にどうしろって言うんで。そうか、すまなかった。だがお前たちはもう自由なんだ。生きることも死ぬことも自分で決めることができる。なら、その命を俺たちに預けてみないか。シロ、ご無事ですか。ああ、ベアラーたちも。いや、生きててくれた。彼らがお前たちを守ってくれる。命がけでな。信じていいのか。ああ、安心しろ。シド、あとはお任せください。ベアラーたちは必ず隠れ家まで送り届けます。頼むぞコール、ドリスには俺からも伝えておく。
子供たちがいたずらを覚えて。シド、お待ちしていました。先ほどコールからの知らせも届きました。コールの部隊とベアラーたちと、どちらも無事にノースリーチを立ったと。すべてあなたのご協力があったからこそ。ありがとうございます。無事でよかったよ。今回のベアラーたちは、ある奴隷商人に密売されるところでした。密売にかかるベアラーは特にひどい扱いを受けます。だから何としても救いたかった。ですがそのためにコールたちを危険な目に遭わせるなんて。私はベアラーたちを見捨ててでも撤退命令を出すべきだったのでしょうか。そんなの石の剣って言えるんですか、ドリス隊長。無事で何よりだ、コール。今回はすまなかった。石の剣はベアラー救助の任務を与えられた部隊です。あそこで撤退する決断なんて俺たちじゃない、刻印を取った時にとっくに決めてます。命を懸けてベアラーを助けるって。お前たちの覚悟だったな、コール。たとえ明日死ぬ運命だとしても任務に準じる。すべては人が人として生きられる場所のために。それが私たち石の剣の使命。私は隊員たちの強さを信じきれていなかったのかもしれません。私たちは、石の剣はもっと強くなってみせます。あなたのように多くの命を守りたい。ああ、期待してる。クライブ、エルモネア草は見つかったかい？これで足りるか？ああ、十分だ。これで鎮痛薬を作れるよ。頼むぞ、ロドリグ。分かってる、分かってるけど、ごめん、クライブ。やっぱり僕は怖い。ベアラーの刻印には飛竜草の毒が使われてる。猛毒を皮と肉の間に入れて固めることで模様を描くんだ。だから無理に取ろうとすると血と毒が混ざり合って、たちまち全身が毒に侵されてしまう。仮に施術がうまくいったとしても、今度は何日も激しい痛みに苛まれる。人をタクたちが人を傷つけ殺めているんだ。それが怖くてたまらない。確かにあの施術による体への負担は大きい。それに施術が成功してもそれで終わるわけじゃない。封印を取った者は今度は石の剣の一員として外での危険な任務という新たな使命を背負うことになる。それでも志願する者は少なくないだろう。なぜだかわかるか？それが覚悟だから。ああ、みんな死を覚悟の上で戦ってるんだ。人が人として生きられる場所を作るために。お前たちに責任を負わせてしまっているのは理解しているが、どうか連中の覚悟に応えてやってくれ。タルヤと同じことを言うんだね。どんな病でもそれに向き合う仲間たちに応えるんだって。そのために施術に臨むのが医師の務めだって彼女も言ってた。クライブ、僕も頑張って答えてみるよ。いつかシドやタルヤのような覚悟を持てるように。
倒すのも一苦労だ。じゃあ、その話はできないと。 Yeah.
心できるだろう。相変わらず得体の知れん魔物だ。ありがとうアンブロシア。
バブー。か。